皆さんこんにちは、車田和久です。今日はバッハの名曲主よ人の望みの喜びを紹介します。バッハといえばあの G 線上のアリアがとりわけ人気が高いんですが、今回紹介するこの曲も同じぐらいの人気を誇っています。美しい伴奏とそのメロディーが非常に印象的な曲で、テレビをはじめ様々なところで BGM としても使われています。そして BGM としてこの曲が演奏されるときは、とにかくいろんなバージョンが聞かれるんです。オルガンで演奏される場合もあれば、オーケストラで演奏されることもあります。その中でもピアノで演奏されるバージョンは特に有名かもしれません。パッヘルベルのカノンもそうなんですが、有名曲っていうのは編曲がたくさんあって、下手すると一体バッハのオリジナルって何なんだろうって言って、その原曲がよくわからない場合もあります。この主よ人の望みの喜びよもそういった有名曲の一つなんです。ではバッハが作った主よ人の望みの喜びよとは一体どんな曲なんでしょうか。今日はこの曲の成り立ちから曲の魅力までをたっぷり紹介したいと思います。さて、この主よ人の望みの喜びよという曲は、バッハが1723年に作曲したカンタータ第147番に登場するコラールが元になっています。そのコラールには、イエスは私の喜びであり続けるという歌詞がついてるんですが、小編成のオーケストラに乗って合唱がこの美しいコラールの旋律を歌うんです。そしてこの美しいコラールは1926年にイギリスのピアニストマイラ・ヘスによって編曲されたものが出版されるんです。この時に付けられたタイトルが Jesus Joy of Man's Desiring という歌詞になります。これはバッハのカンタータをドイツ語の歌詞から英語に訳したものではなくて、後付けで英語で書かれた歌詞になるんです。いずれにせよ、この楽譜が出版されたことによって、この曲が世界各地で人気となり、結婚式などでも演奏されるようになりました。そして病気だったピアニストのディヌ・リパッティが最後にこの曲を演奏したことでも、この曲が広まることになりました。主よ人の望みの喜びよというのは、この時の英語のタイトルから日本語に訳されたものになります。なので日本ではバッハのカンタータの147番が広まるよりも先に、おそらくこのピアノ編曲版の方が広まったんじゃないかなっていうふうに見れるっていうわけなんです。このような広まり方は、以前に紹介したバッハの G 線上のアリアにも似てます。それでは少しずつこの曲を見ていきたいんですが、この曲を知る上でのキーワードは何といってもコラールになります。なのでまずは曲の成り立ちを見る前に、コラールとは何なのかっていうのを少しだけ見てみましょう。コラールというのは、もともとは教会で歌われる単旋律の聖歌のことを指す言葉として使われました。単旋律の聖歌といえばグレゴリオ聖歌っていう言葉を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、このグレゴリオ聖歌っていうのは9世紀から10世紀にかけて作られた教会音楽のことです。このグレゴリオ聖歌もドイツ語で言うとグレゴリアニシャコラールって言って、コラールっていう言葉が使われてるんです。しかし現在ではコラールといえば、一般的にはドイツのルター派の教会において一般の人々によって歌われる賛美歌のことを指します。そしてこのコラールの音楽的な特徴としては、単旋律で歌うのが簡単で覚えやすいメロディっていうことが挙げられます。そしてその歌詞は当然その土地の人々が理解できるようにドイツ語で書かれました。ルターについての話はアイゼナハを訪れた時の動画でも話してますので、興味がある人はぜひこちらもチェックしてみてください。現在では教会に行くと、大体椅子の後ろにこのようなコラールが収められた本っていうのが置いてあるんです。そして祭壇の近くに今日歌う賛美歌の番号っていうのが書いてあって、その番号に合わせたコラールっていうのをエアーにいた人はみんなで歌うんです。そしてこの主よ人の望みの喜びよの旋律には、ヨハン・ショップが作曲した目覚めよ我が心よの旋律が採用されました。そしてそれに合わせてマルティン・ヤーンが作った詩が採用されたんです。このポイントは、実はみんながこの聞いたことがある旋律っていうのはバッハが作ったものではないっていうところになります。まずはその旋律を聞いてみてください。
そしてバッハやパッヘルベルといった当時の作曲家たちがこうして広くみんなに知られていた旋律を使ってそれを合唱曲に編曲したりオルガン曲に編曲したりするようになります。バッハがこの旋律をもとに作ったオルガン曲を聴いてみましょう。そしてバッハはこの旋律を四部合唱としても作曲しています。バッハはこのようにみんなが知ってるコラールの旋律っていうものを使っていろんな曲を書いていったんです。そしてその力が最も発揮されたのがカンタータと呼ばれるジャンルです。バッハはカンタータにおいてオーケストラと合唱を駆使してみんなが知っている旋律をさらなる音楽の高みへと引き上げたんです。それでは今からカンタータ147番の成り立ちを見ていきましょう。カンタータというのは比較的小規模な声楽作品を表す言葉です。特に決まった形というのはないんですがオーケストラと合唱、独唱による声楽作品だというふうに押さえておきましょう。その中でも宗教的な題材を扱ったものを教会カンタータ、そして世俗的な内容を扱ったものを世俗カンタータというふうに呼んでます。バッハはなんとこの教会カンタータだけでも300曲ぐらいを残したというふうに言われてるんですが、長男のフリーデマンがその楽譜の管理っていうのをちゃんとやってなかったんです。この息子がバッハの楽譜を売り払ってしまったことなどもあり、現在では300曲のうち約200曲が残されています。そして今日のテーマである主よ人の望みの喜びよはカンタータ第147番の最後を飾るコラールなんです。このカンタータ第147番には心と口と行いと生き様っていう題名が付けられているんですが、この曲はバッハがライプツィヒに移った1723年に作られました。教会カンタータっていうのは教会の暦に沿って書かれるんです。クリスマスの時期になればクリスマスの内容を扱ったカンタータが書かれ、復活祭が近くなれば復活祭をテーマにしたカンタータが作られるんです。そしてこの第147番はマリアのエリザベト訪問の祝日のために作曲されました。聖書にはイエスを身ごもったマリアが親戚であり洗礼者ヨハネを身ごもっているエリザベトを訪問する場面が載ってるんです。ここはこのマリアがエリザベトから受胎を祝福されてそれに感動して神に向かって感謝の言葉を歌う場面になります。ちなみにこれは余談になるんですが、この時エリザベトが身ごもっていた洗礼者ヨハネというのは後に領主を批判したということでその領主のヘロデに捕らわれてしまうんです。そしてこの洗礼者ヨハネはヘロデの娘のサロメの願いによって首をはねられて死んでしまうんです。この話はサロメという題名でリヒャルト・シュトラウスのオペラにもなっています。さてバッハはこのマリアがエリザベトを訪れた場面にふさわしい歌詞を見つけて10曲からなるカンタータを完成させました。しかし非常に興味深いんですが、このカンタータ147番というのはなんと自作の転用になるんです。実はバッハはワイマールにいる頃にクリスマスの時期に合わせたカンタータを作曲してました。このカンタータは冒頭の合唱曲、それから4曲のアリア、そして最後にコラールっていう6曲からなるカンタータでした。ちなみにこの時のコラールっていうのはまだ主よ人の望みの喜びよではありません。しかしこのカンタータは完成までには至らなかったんです。理由は定かではないんですが、この時バッハは亡くなったワイマールの学長の後任になれないっていうことを知ってやる気を失ってしまったんじゃないかっていう見方が強いです。
出世の道が断たれてしまったので、これ以上頑張って作曲したってしょうがないっていうわけなんです。だからこのカンタータというのはもともと出世を視野に入れて作られていたのかもしれません。まあこれは推測にしか過ぎないんですが、これはなかなか人間的なエピソードでもあります。さてバッハはその数年後、1723年にライプツィヒのトーマスカントールに就任するんですが、ここでの仕事っていうのが非常に忙しかったんです。彼はなんと毎週1曲カンタータを作らなければいけなかったんです。月曜日に歌詞を選別して、火曜日と水曜日で作曲したんです。そして木曜日にはその楽譜をパートごとに書き写して、金曜日と土曜日でリハーサル、そして日曜日の礼拝で演奏したんです。まあこれはあくまで例えの話であって、実際には数週間分のカンタータっていうのをまとめて作曲していたかもしれません。いずれにせよこれはものすごい忙しさだったんです。そこでバッハはある時、ワイマール時代に自分が書いていたカンタータっていうのを思い出します。これをうまく使い回すことができれば、今週は2日ぐらい休みを取って息子たちを川遊びに連れていくことができるかもしれないというわけなんです。しかしここには一つ問題がありました。ワイマールで作ったカンタータというのはクリスマスの時期のためのものであって、マリアのエリザベト訪問の祝日のためのものではなかったんです。なのでバッハはその曲をそっくりそのまま使うわけにはいきませんでした。なのでバッハはまずは歌詞を変えることにしました。そしてさらにこの祝日にふさわしい歌詞のレチタティーボっていうのを3曲作って、それをアリアの前に挿入することにしたんです。そしてこれだとちょっと曲が長すぎるっていうことで、この曲が1部と2部に分けられることになりました。1部と2部に分けられたといっても、間に休憩が入るわけでなくて、その間に牧師の新しいお説教が入るんです。そしてこの1部と2部を締めくくるべくして新たに作曲されたのが、主よ人の望みの喜びよと呼ばれることになるコラールなんです。1部を締めくくる6曲目のこのコラールは、イエスと共にいられる私は幸せですという歌詞から始まります。そして2部の最後を飾る10曲目のコラールは、イエスは私の喜びであり続けるという歌詞で始まるんです。この2曲は歌詞が違うだけで全く同じです。バッハの自筆譜ではこの10曲目っていうのを書かれておらず、6番目のコラールが繰り返されるように指示されています。それではこのコラールを見ていきましょう。まずはこの前奏に注目してください。バイオリンとオーボエが8分音符を演奏するんですが、これが喜びに満ち溢れた本当に美しい旋律なんです。そしてここが面白いところなんですが、バッハはこの曲に4分の3拍子、そして8分の9拍子っていう2種類の拍子を書き入れたんです。コラールとか通奏低音の伴奏は4分の3拍子なんですが、バイオリンとかオーボエの8分音符の旋律のところには8分の9拍子っていうふうに書かれてるんです。これが何を意味するかっていうことなんですが、これはまあ僕の解釈になるんですが、4分の3拍子で演奏すると1、2、3、1、2、3っていうふうになるので、パパ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 パってどうしてもちょっとさっぱりした感じになるんです。四分音符が一つの単位になるので、その8分音符っていうのがどうしてもスカスカした感じになっちゃうんです。バッハはこのコラールをタラティラリティララ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 っていうふうに演奏してほしくなかったので、あえてこの8分音符のところに8分の9拍子っていうふうに書いたんです。8分の9拍子っていうふうに書くと1,2,3 ではなくて 1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていう風に8分音符が一つの単位になります。なので8分音符一つ一つが大事に感じられるんです。だからこうすると、ティラリリ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 リっていう感じで、8分音符一つ一つがレガートでより生きたものになるんです。まあこれはあくまで僕の見方なんですが、僕はこの曲は決してスカスカしたような音で演奏してはいけないというふうに思ってます。最近は古楽器の演奏なんかではとにかくテンポが速くなっていって音が抜けてしまうことが結構多いんです。だけど細かい音符を一つ一つ丁寧に演奏するっていうのはものすごく大事なんです。音一つ一つに喜びが宿るような、そんな演奏をしないといけません。4分の3拍子っていうふうにしか書かないと、間が抜けたスカスカな演奏になってしまう可能性があるので、8分の9拍子っていうふうに一応書いといたんじゃないかななんていうふうに思いました。これがこの曲の前奏にあたる部分なんですが、それが終わると
コーラルの美しいメロディーが合唱によって歌われます。これが本当に美しいんです。実は僕は大学生の頃にバッハが好きすぎて、友人たちと一緒にバッハのカンタータを演奏する団体っていうのを作ってしまったんです。活動期間というのは決して長くはなかったんですが、顧問にはあのバッハ研究家の磯山忠先生にお願いして、そしてコンサートの前には合宿をやったり、または磯山先生に曲の講義なんかをしてもらったんです。そして最初に演奏したカンタータがこの147番なんです。で、僕はその時この147番を指揮したんです。それが僕にとって生まれて初めてオーケストラを指揮した経験でもあったので、今でもよく覚えてます。今でもこのコラールを指揮している時の会場の様子っていうのをよく覚えてるんですが、何よりもその曲の美しさに感動したことを覚えてます。で、このコラールの旋律には実は合唱以外にも一つだけ別な楽器が参加してるんです。それがトランペットです。このカンタータでは冒頭の合唱曲と第9番のバスのアリアでもトランペットが華々しく活躍します。そのトランペットがこのコラールの旋律を一緒に演奏してるんです。ではなぜトランペットなのか。トランペットっていうのは実は教会音楽においては神の言葉を象徴する楽器でもあるんです。教会に行くと天使がラッパを持っている彫刻なんていうのがいろいろあるんですが、そういった意味があるのがトランペットなんです。トランペットが入ることで美しい合唱に光の線がピーンと差し込んできたかのような、そんな印象を与えてくれます。さて、そろそろ終わりにしたいんですが、カンタータ147番はバッハの声楽作品を聴いてみたい人に最もおすすめな一曲です。とにかくこの曲は主よ人の望みの喜びよが美しいだけじゃなくて、他も名曲揃いなんです。まず冒頭のトランペットによって始まる合唱曲っていうのが名曲です。最初はオーケストラ伴奏にのっとった合唱の風雅によって喜ばしい気持ちっていうのが歌われます。だけど中間部のキリストこそ神であり救い主だっていうふうに信仰を告白する部分では風雅ではなくて合唱だけが歌うんです。こうした対比っていうのもなかなか素晴らしいのがこの第1曲目なんです。そしてソプラノ、アルト、テノール、バスのために書かれたアリアがそれぞれ名曲です。ソプラノのアリアにはバイオリンのオブリガートがついていて、アルトのアリアにはオーボエダモーレのオブリガートがついています。一方テノールのアリアは通奏低音の伴奏楽のアリアになるんですが、バスのアリアはオーケストラとトランペットが入った華々しいアリアになります。4つのアリアが1つずつ性格が異なる、そしてどれも素晴らしい、これがこの曲の素晴らしいところです。だけど僕がこのカンタートの中で一番感動するのがバスのアリアへと続く8曲目のレチタティーボなんです。このレチタティーボでまさにこのマリアがエリザベトを訪れたことが歌われます。それを2本のオーボエダカッチャが伴奏するんです。エリザベトのお腹にいた洗礼者のヨハネはその時からすでに救い主であるイエスの存在を知っていたというふうに歌われるんですが、このヨハネとイエスの関係っていうものを象徴するかのようにオーボエダカッチャ2つで伴奏がつくっていうわけなんです。そして最後にいやダンクンプライスアフオイレツングリーゲンというふうにアルトが歌い終わると奇跡が起こるんです。これまでオーボエダカッチャ2本だけで伴奏していたのが、ここにファゴットが加わって3つの木管楽器が何とも言えない美しい絡み合いを見せるんです。これが本当に美しくて思わず涙が流れてくるぐらいなんです。僕はこのカンタータの最初のリハーサルっていうのを学校の部屋ではなくて立川にある多摩教育センターっていうところでやったんです。その日は大学の部屋が全部埋まっていたので、しょうがなくみんなでモノレールに乗って立川まで行ったんです。そしてその最初のリハーサルで僕が指揮をして、アルトの同期の子がこれを歌ったんですが、その構想でその絡み合いを聞いてものすごく感動してしまったんです。今でもその時のことは本当によく覚えてます。聖書のことはよくわからなかったんですが、僕はその時に何か奇跡が起きたんだというふうに感じました。直感的にバッハの音楽は奇跡を表してるんだなというふうに思ったんです。実は3という数字はキリスト教においては三位一体を表すことの象徴として非常に重要な意味を持ってます。僕はこのマリアとエリザベトの出会いの後で後に誕生するイエスの奇跡というものをバッハはものすごい感動を込めて3つの楽器に演奏させたんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そしてこのバッハの感動っていうものが人の心を動かすんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。というわけで今日は主よ人の望みの喜びよの解説でした。このカンタータ147番はとにかく名曲中の名曲です。このチャンネルで一番最初に作ったバッハの中でもおすすめの名曲として紹介しました。そしてその時から約1年と3ヶ月を経てようやくこの曲の紹介動画ができたっていうわけなんです。僕はこのチャンネルを通して少しずつ聴衆が育ってほしいっていうふうに考えているんですが、長い間見てくださった方々が聞き方や感じ方が変わってきたなんていうことがあれば非常に嬉しいことだなっていうふうに思ってます。そしていつかこういうのが積み重なっていってバッハの最高傑作の一つであるマタイ受難曲を紹介したいなっていうふうに考えてます。というわけでこのチャンネルではこれからもいろんな名曲を紹介していきますので、チャンネル登録それから高評価よろしくお願いします。それじゃあまた別の話でお会いしましょう。チュース。Amen.